さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワイルナのアスカカマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は生徒さんからの質問をシェアします。先日レッスンの時に生徒さんからレレウィヘやウェヘの時のかかとの上げ方について質問がありました。気にされている方もいらっしゃると思うのでここでシェアしたいと思います。先日質問があったのは、レレウィヘやウェヘの時に、かかとを上げる時に足をわざと開いた方がいいのですかといったような質問がありました。で、払うによって練習法がいろいろあるとは思うんですけれども、今回は私たちの払うでの練習法だと思ってお聞きください。そもそも私たちの払うでは重心移動するときに、これを足の裏だと見立てると、足の裏の内側で踏ん張るということを重きを置いています。ですので、これは全てのステップを内側で踏ん張って、で外側に体重をかけるということをしているわけなんですね。ですので、レレウィヘやウィヘの時も同じです。こちらで踏ん張っているわけです。で、それでかかとが上がるわけですから、実際かかとが上がっている時は、ここ足の裏の親指の下のこのぷっくり膨らんでいるこの二肌球みたいな部分で、ここで立つことになります。で、先に説明させていただくと、私たちの払うでは、わざと足を開ける、股を開けるというような練習は実はしていません。というのは、先ほども説明したように、ここで重心を取ってるわけなんですね。で、ここでかかとを上げると、こう足をわざと開けるというのがやりにくいんですね。で、逆に足をこうわざと開けようとすると、どうしても小指の方に体重がかかってしまうんです。で、ですので足の内側で踏ん張るから、わざと開けるということをしないというような策をとっています。で、ですが実際踊りを見た時に、こう足が開いているように見えるんですね。で、なぜかというと、そもそも構える時にちょっとこういうふうに外股になっているので、その状態でかかとを上げるので、結果膝がこの45度の方向、こちらの方向に開いていくので、足が開いているように見えるということになります。今から正しい入れをします。正しい入れというのは、足の裏の内側で踏ん張っている。で、わざわざは足を開けるわけではないけれども、結果として足が外に開いているように見えるといったような例になります。では行きますよ。3、はい、打ってって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 。では今から私たちの払うが採用していない例をしますね。で、それというのは、足を開くあまりに小指に重心がかかってしまっているといったような例になります。ではいきますよ。3、はい、打ってって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 。いかがでしたか？いろんな練習パターンがあると思うので、私たちの払うの方法は参考程度に聞いていただけるとありがたいです。生徒さんに説明した感想によると、わざわざ開いて、ウェヘやレレウェヘする時よりも、自然とこの足の裏のこのここですよね、ここで立った方がやりやすかったとおっしゃっていたので、もしやりやすい方法を知りたいなと思われた方は、ぜひ一度試してみてください。今日はレレウェヘやウェヘの足の裏の使い方について説明しました。ポイントは、ウェヘやレレウェヘがうまくいかない場合は、足の裏の内側で重心をしっかりとって、かかとを上げて作るです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。